平野翔さんが体育の先生になってほしい芸能人ランキングで圧倒的1位を獲得したことを受け、ファンの間では先生になってほしい。体育の授業を受けてみたいと、早くも興奮状態。平野翔は今や日本のエンターテインメント業界を代表する存在として、その人気は衰えることを知りません。彼が様々なメディアで見せる多彩な一面は、ファンだけでなく、 広く社会全体からもいい支持を受けています最近の調査によれば、彼は、体育の先生になってほしい芸能人のランキングで堂々の1位を獲得しています。31%という圧倒的な支持を集め、辞典の中山金に君、18%や岩本光るスノーマンを大きく引き離してのトップでした。この結果からも、彼が持つ影響力や多くの人々に与える感動がどれほど強力であるかが分かります。 彼がこのランキングでトップに立った理由は、その容姿だけではなく、多彩な才能と努力によって培われた能力にあります。平野翔は、ただのアイドルや俳優としてではなく、彼のアクションシーンやダンスのスキル、さらには運動神経が特に注目されています。特に若い世代にとって、彼は単なるスターではなく、夢を抱かせ、努力を促す存在です。高校1年生の女子生徒が、 ドラマなどで見せるアクションやダンスがすごいとコメントしているように、彼の身体能力や表現力が人々を引きつけています。また、高校3年生の女子生徒が、イケメンだから、頑張ろうと思えると述べているように、彼のビジュアルも大きな要素の一つです。しかし、これは単なる外見的な魅力にとどまらず、彼が持つ内面の強さや誠実さを反映している部分でもあります。さらに興味深いのは、 彼が他の競合者と比べて、よりリアルな体育教師像を投影しているという点です。2位の中山金に君が、筋肉ムキムキで、体育教師っぽいと評価されているのに対し、平野翔はより多面的な魅力で支持されています。彼はアクションシーンで見せる俊敏さや、ダンスでのリズム感、そして何よりも観客を魅了する表現力によって、体育の授業をただの運動ではなく、 体験ととししししてててて楽しませてくれれるる存在として期待されているのでしょう彼のパフォーマンスを見て、体育の授業も同じようにエネルギッシュでインスピレーションを与えるものになるという期待が込められているのかもしれません。また、平野障害1位に選ばれた背景には、彼の多彩さだけでなく、スポーツに対する高校生たちの新たな価値観も反映されています。現代の高校生は、ただ運動が得意なだけでなく、 楽しさや創造性を兼ね備えた人物に魅力を感じる傾向があります。体育祭や部活動での経験がそうであるように、若い世代にとってスポーツは単なる体力の向上だけでなく、仲間との絆を深め、自己表現の場となることが多いです。平野翔の姿勢や表現力は、まさにそのような、スポーツの新しい価値観を体現しているといえます。その一方で、中山金に君や岩本光の人気も、 異なる角度からの魅力を反映しています筋肉トレーニングやフィットネスが若者の間で広く注目されている中で、中山筋に君のように身体を鍛え抜く姿勢は、多くの学生にとって、目標となる存在です。特に昨今の健康志向や自己管理の重要性が叫ばれる中、彼のようなキャラクターは体育の先生としても非常に適していると感じられているのでしょう。また岩本光は サスケで見せたアクロバットな動きや、高い身体能力が多くの人々に感銘を与えています。彼のように特定の分野で卓越したスキルを持つ人物も、現代の多様な価値観に応える存在として支持されています。このように、平野翔が選ばれた背景には、単なる容姿や一面的なスキルではなく、彼の全体像としての魅力が反映されています。彼の多彩さや努力、そして人間性が、 体育の先生という役割にもぴったりとフィットしているのでしょう。これは彼が俳優としての成功を収めるだけでなく、ファンや視聴者に対して常に新しい価値を提供し続ける姿勢からもうかがえます。まさに彼は、現代のエンターテインメント業界において、理想の先生像を体現していると言えるでしょう。さらに、今回の調査では、体育祭の定番ソングや、好きなスポーツ漫画についての結果も発表されており、 これらも高校生たちのスポーツに対する関心や価値観を反映しています。例えば、バレーボールを題材にした、ハイキューが3年連続で、好きなスポーツ漫画の1位に輝いています。この結果からもわかるように、スポーツに対する高校生の関心は、単に競技をするだけでなく、その背後にあるストーリーや人間ドラマにも強く惹かれていることがわかります。スポーツは、技術や体力だけでなく、 感情や絆を深める場として、ますます重要視されるようになってきています。平野翔が体育の先生として期待される理由も、まさにそのような感情や絆を大切にする人物像と重なっているのではないでしょうか。また、2位にランクインした、ブルーロックも、アクションシーンや緊張感あふれるプレーが若者たちに強く印象づけられています。スポーツ漫画は、競技そのものだけでなく、その中で成長し、 仲間と共に困難を乗り越えるる姿が描かれるため多くの読者にとって共感を呼びやすいコンテンツです。特に若い世代にとって、スポーツはただの競技ではなく、自己実現や夢を追い求める手段としての価値が高まっています。平野翔が体育の先生として求められる背景には、彼自身がそのような夢や目標に対して常に全力で取り組んでいる姿勢があり、それが若者たちにインスピレーションを与えているのです。 加えて、今回の調査では、憧れのスポーツ選手に関するデータも興味深い結果を示しています。1位に輝いたのは大谷翔平であり、彼の世界的な活躍が多くの高校生にとって憧れの対象となっていることがわかります。彼の二刀流での成功や、プレッシャーに打ち勝つ姿勢は、多くの若者にとって目標となる存在です。大谷翔平のように、ただ技術が優れているだけでなく、 メンタル面でも強い人物は、現代の若者にとって理想のスポーツ選手像と言えるでしょう。平野翔もまた、俳優としての成功だけでなく、その裏での努力や精神的な強さを持ち合わせており、同様に多くの若者に希望を与えています。このように、今回の調査結果を通じて見えてくるのは、平野翔がただの芸能人ではなく、多くの若者にとってのロールモデルとしての役割を果たしているという点です。 彼の持つ才能や努力、そして人柄は、体育の先生という役割にもぴったりとマッチしており、まさに現代の若者たちが求める理想像を体現しています。平野省ナンバーアンダーライン愛は、日本のエンターテインメント業界においてその存在感が際立っており、特に若者の間で圧倒的な支持を集めています。最近の調査によると、彼は、 体育の先生になってほしい芸能人のランキングで堂々の1位に輝きました。この結果には、彼の外見的魅力やダンス、アクションなどのパフォーマンススキルが大きく影響していますが、それだけでは彼の魅力は語り尽くせません。平野翔の人気は、単なるルックスや運動神経の良さにとどまらず、彼の人柄や姿勢、そしてファンとの深いつながりにも根ざしているのです。平野翔のキャリアは、 常に挑戦と成長の連続でした。彼はジャニーズ事務所に所属していた時代から、ダンスやアクションを武器にし、ドラマや映画での多彩な役柄をこなしてきました。彼のアクションシーンは、単なる見せ場ではなく、その体感の強さや集中力、そして細やかな感情表現が合わさることで、観客を引き込む力を持っています。まさに、彼が体育の先生として憧れられる理由の一つと言えるでしょう。 例えば、高校生の声として、ドラマなどのアクションを見て、運動神経がとても良いと感じたという意見があり、これは平野翔が持つ運動能力の高さを示しています。また、イケメンだから頑張ろうと思えるというコメントもあり、彼の容姿が若者に対してポジティブな影響を与えていることがわかります。このように、平野翔が体育の先生という役割にふさわしいと考えられる理由は多岐にわたりますが、 彼の持つ努力と真剣さもまた重要な要素として挙げられるでしょう。彼はデビュー当時からダンスやアクションに対する取り組み方に一切の妥協を許さず常に最高のパフォーマンスを追求してきました。これは彼が出演するテレビや映画を通じて多くのファンが目の当たりにしてきたことです。例えば彼が出演した映画やドラマでのアクションシーンは彼の身体能力を駆使したダイナミックな動きと 細やかな感情表現が見事にに融合ししてており多くの視聴者に強いい印象を残していますこのような姿勢は、教師として生徒に教える際にも非常に重要であり、彼のような人物が体育の先生になった場合、学生たちはその姿勢を学び、モチベーションを高めることができるでしょう。